はい、非常に面白いのはね、かつての、帝国主義の原型ですけど、産業革命が起こる前の世界の GDP をパーセントで見るとインドが 20% ぐらい持ってるんですよね、かつては。かつては非常に豊かだった、ものすごく豊かだった。で、何が起こるかというと、まあ、一番重要の、東インド会社ができて、インドで物を生産する、で100のものを作るとすると、それをイギリスには送る、とりわけ綿花だったりしたんですね。綿花ですね、はい、で綿花で100でいくと、輸出する、輸出する。そうするとそのお金は一旦、イギリスはインドの側に渡す、ね、しかし国内に需要がないという状況を作っておけば、それはないからもう一回運用でもってイギリスに戻る。で、これに対して利子が来ると。で、どういうことかというと、100のものがね、まず行って、そして最終的にまあ、いろんなバリエーションありますけれども、利子分だけ戻ればいいわけです。で、100の分で利子の4か5か5か。なぜじゃあそのお金はですね、国内に投資に回らなかったのか、そして運用ができなかったのかって話です、ね、いや、それは、まあ、国内では 2% ののに対して 4% の利子をつけると。そうすれば 2-3% の利ざやでもってイギリスの方に行くと。今まさに日本の置かれた状況とそっくりですよねそう、国内が超低金利で、そして国内投資先がないんじゃないかと言われ、はい、でそこで政策的に需要喚起するような投資っていうことを非常に強く否定される、そして結局投資先というのは個々人のレベルでも国家のレベルでも運用ノウハウがないんだかんだと言って外に流れてる。そうです。で、結局言うと米国債買ってたりとか、そういうことです ね、米国債危ない危ないって言われて、暴落の可能性があるとまで言われてるのに買わされてるような状況がある。だから最後もう、ね、なんでしょうね本当だから、そのね、低金利の 1% よりは 4% の方がいいという、ね、それだけでもってもこういくわけ。巧妙な帝国主義的搾取の、まあ、帝国主義なんてもう古い概念で今日は通用しないとね、思ってる人多くいると思うんですけど、それはレーニンが叫んでいた時代の話で今の時代の話じゃないと思っているその日本人がの多くが実は知らず知らずですね、まあ、あれ気がついたら自分たちのお金が持ってかれているということだから、でもそういう意味では、そういう意味では、なんていうんですか、占領軍、あるいは占領体制、であれば、搾取されてるとみんな思うわけですけれども、それがないだけ、基本的には自主でやってると、こう思ってるんだけれども、いろんなところを見ると自主っていうものはもう消えてる、まあ、特に安全保障の方はないわけですよね。なるほど。日本のその本土の中には米軍基地がもちろんあるんですけれども、かつてのようには目立った形ではなかったりして、その主要性が沖縄に集中しているわけですけれども、そう、沖縄行くと本当には沖縄間違いなく日本国の一部ですから、日本国の一角がですね、こんな風に米軍の基地によって占領されている状態にあるので、今も占領続いているんだということを実感するんですが、これが沖縄と日本がいわば分断して統治されているといいますか、沖縄の側の意識もそうでしょうし、日本側の意識もそうですけれども、あれは沖縄のこと、沖縄は日本から我々は差別されてるんだと感じ、両者はこうなんていうかこう、まあそれぞれ違う意識でもってこれを捉えてしまった。でも実際にはこれは法的に見ても政治的に見ても同じ日本の国の中でアメリカによる駐留占領が今も継続しているということですよね。そしてそれがそのベースにあるのが、さっき前段で言った核戦略の話になってくる。では、じゃあまあ日本はどうしたらいいのかって話になってくるんですけど、これ一言で急にはね言える話じゃなくて、大変難しい。先ほど言った通常戦力での戦略と、それからまあ核の問題になってくるわけですけど、まあ、このあたりは27日にじっくりお話を伺いたいと、また告知かって怒られるのかもしれませんけれども、まあ、先生のアメリカにハーバードに行ってた時代の論文をお書きになってたんですね、そうですね。その当時の論文では日本は核武装の可能性というのを追求されたんですよね。私はね、いや、そういうことずっと封印されてたっていう話。いや、封印したわけじゃない。外務省で大問題になったって今見るとね、かなり
自主的な核を持った方がいいだろうということを書いたんですよね。当時は書いたんですよ。でこれはね、うん、まあ一つはアメリカに我々だってね、あなたたちの言いなりになるよりは、うん、自分でやった方がはるかにいいものができるんだよと、うんうんうん、その選択肢があるということを知ってるということを示したかったという気持ちもあったんですけど、ね、外務省の官僚としてですよね。汚れ総報告 の日本政府の日本外務省の方では問題になったと。そうですね、まあ、相当勇気にいった話ですよね。できたら基本的にはね、まあ私自身はね、はい、まあ、アメリカのアカデミアの中で、うん、これが、まあ、アカデミアの中の議論としてはね、うんうんうん、成立するんだという形で承認をもらって、うん、日本で議論したいと、まあ、こういう気持ちを持ったんですよ。当時はだからハーバードで書いて、はい、そして、まあ、そこで、まあ、ある種の認知をもらって、はい、こっちに持ってきたいと、こう思った。でも持ち帰ることはできなかった。こっちに帰ったら、まあ、基本的には多分将来でも回覧させなかったんじゃないですかね。多分、うんうん、私はその時にはあの時にはそうバグダッドに行ってましたからね。これでいなくなっただから、その文章がどう扱われたかは、正式には分かりませんけれども、反対している人間がいるということは聞きましたけどね。出すなと。これを封印を解いてですね。別にぜひ。だってハーバードにはずっと置いてあったんですから、ね。誰も見ませんってそんなもの。誰も聞きませんって。ぜひこれはその改めてですね、開示して、もちろん昔の論文です。でその当時の時代の文脈もあると思います。そうですね。そのことを含めて、しかも、うん、まあ先生の中で若気だったと思うような部分もあるかもしれません。で。その後のやっぱり奇跡というものも、お考えの変遷というのもあるでしょうし、時代の変化というものもあるし、今は私は反対なんですよね。今は反対、うん、ここ核保有に対して、うん、これは要するに倫理的に反対であるという、そうじゃない、情緒的な反対であるという、そうじゃない、いわゆるさっきの純然たる冷徹な核戦略を、はい、冷徹に考えて、要するにきちんと計算していくと割が合わない。いや、そうじゃない、うん、そうじゃない、そうではない、そうではない。じゃあどういう、多分ね、核保有に今日の日本の安全保障政策、はい、日本の防衛政策で日本の独自のものがない、うん、基本的には米国の戦略の中の一環として動いている、うん、そうすると日本の核も実はアメリカの意向でもって使わされるという状況が出てくる。さてちょっと物騒な話、そうすると、日本と中国の間で核の打ちっぱなしをやって、うん、米国は後ろにいると、はい、こういう戦略は十分に考えられるんですよね。もうアメリカの保守派の人たちはそれに気づいて日本に核を持たせたらいいって言い始めましたからね、うん、それは最近の話です。最近自分たちの戦略だと思っているところが気がつくと、自分たちで持って考えてやってるような、そしていつの間にか操られてる可能性、うん、そういう可能性が出てくるということですね。で要するに、いやこれがね、日本に持たせたらいいということを、うん、まあ、なんとなくね、うん、来者はであるとかね、うん、こういう日本を理解してる人たちの、うんうん、ことから出るんならばいいんですけれども、うんうん、まだ下ってことですよね。そう、だけど、うん、持たせたらいいということを言っている人間が誰かというと、うん、チェニーなんですよね。チェニーそれからマッケーンなんですよ、はい、このウルトラ保守派がなんで日本に核を持たせたらいいと言ってるかっていうのは、ここ考える必要があるんですよ。チェニーがハリバートンの CEO だったチェニーがね、それはね、チェニーの副大統領の動きを見ると、まあ、これはニューヨークタイムズかどっかのアメリカの新聞が、書いた表現ですけど、正確に英語 のフレーズを忘れましたが、悪の帝王ですからね。チェニーは結構研究されて、挙句非常に怖い男だとおっしゃってましたね、先生前ね、それはね、本当に、そういう意味ではブッシュ政権の本質というのは、ブッシュ以上にチェニーによってチェニーですよ、性格づけられる、じゃあ基本的には、ブッシュ政権の、基本的な方向づけっていうのはチェニーだと思います、うんうん。